どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはこちら、ドーン、オフコースのイエスノー。こちらの曲はもう小田和正さんのあのもう透明感のある声がものすごい印象的で、サビのねこのメロディーなんかもすごくこうなんていうのかキュンときますね。このラブソング思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンにゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。やっぱ8ビートのこうキレのいい小気味いいビートに乗せてこれ歌うとまたすごく気持ちが良くて、ちょコードもねおしゃれなコードを散りばめつつ、あのオフコースのムードをちょっとこのちっちゃいくらいでどれだけ出せるかっていう実験も含めたかっこいいバージョンです。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルでですね、今までね音楽やってみたかったんだけどなかなかチャンスがなくてという方とか、楽器にチャレンジしたんだけどもうちょっと難しくて挫折しましたみたいな方が、このちっちゃくて簡単なウクレレを使ってすぐに弾いて歌う弾き語りができますよというプログラムがあります。このプログラムめちゃくちゃ簡単なんでね、もうガズレレで今も世界中の方がもう何十万人も YouTube でガズレレで音楽始めてますよ。皆さんもすぐできると思います。続いてやっていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのね解説リンクここにあります。このリンク先にジャンプしてもらって上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできるようになりますからね。皆さんこれから音楽にどんどん聞くからやるに変えていきましょう。じゃあここからですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本で弾いて歌う弾き語りができるレッスン動画と課題曲もすでに1600曲以上優に超えてますからね。皆さんの好きな曲まだまだたくさんあると思います。どんどんやっていきましょう。はい、それでは早速やってまいりましょう。オフコースのイエスノーガズレレレシンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー。
イエスノーガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。もう心こんな染み渡るこのメロディー、透明感があるね、なんかこう透き通った感じ、いやこれはオフコースならではですよね。はい、思い切り歌っていきましょうね。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにしておりまして、主に2番のところをこうカットさせていただいております。これね、2番はね、1番と全くコード進行一緒ね、ですんで、私全部やりたい、フルコーラスでやりたいなという方は1番のコードを書き足して、歌詞を2番の歌詞書き足して、そうするとオリジナルの楽譜が書き出せるようになると思います。それもやってみてください。ひとまずは今やったシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画に合わせて、歌詞とコード出てますから、何回も練習してシンプル簡単版の動画と一緒に合わせられるように練習してください。動画見ながら一緒に合わせられるようになったら、まずファーストステップクリア、おめでとうございます。したら次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずにですよ。皆さんお一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをぜひともやっていただきたいと思うんですけど、まあ、いきなりね、歌詞とかコード覚えてるわけに、すぐ覚えられるってわけじゃないと思うんで、最初楽譜みたいなのを見て、それとこう対話しながらね、どんどん覚えていって、いずれは覚えちゃうのがいいと思うんですけど、そういう練習の仕方がいいと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるんですかっていう話になると思うんですけど、安心してください。ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、このね、ノート。ガズが手書きで書いたノートを今、これ見ながらね、ガズは今演奏していったんですよ。もうちょっとしたらこんな風に画面に大写しにして、みんなもこんな風に書くとね、便利に使えますよ。こんな楽譜作ってみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のイエスノーを含む、ガズが手書きで書きまくってきて、もう膨大なストックのね、ノート楽譜の山があるんですよ。その中から皆さんが面白そうだな、やってみたい、挑戦したいなと思う曲を、毎月5曲、お手元にダウンロードしていただいて、もちろんこの楽譜全部 YouTube に完全連動してますからね、すぐに練習に入っていけちゃうよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は、結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあ、これ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してば、どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。Yes, no, of course でございます。見て、ここ丸一って書いてあるってことは、今日はね、2枚に渡ってるんですよ、これね。見ていきましょう。これイントロなんですけど、これ見て、下にくるっと囲ってるコード、これ F メジャー7って呼ぶんですけど、かっこいいバージョンではこのコードを使っていきます。今の上の段はシンプル簡単バージョンです。で、これイントロ、これかける2って書いてあるので、2回繰り返しまして、で、ここから歌が入っていくんです。これね、歌のメロディー結構難しいですよ。あと、ここ見て、ここコードが変わってるし、あとこれ矢印マーク。ここのシンコペーションって言うんですけど、リズムが前にズコンと食い込んでくるよっていう、応酬なんです。これはちょっとこだわってますんでね。後で解説しますけど、このリズム、かっこいいバージョンでは決めていきましょう。はい。じゃあ、こうやって映しとくんで、一時停止でノートとかにメモっていただくか、あるいは演奏中のデモ演奏中の動画を一時停止してもらうとテロップとコード出てるんで、それを書いてもらうか、あと先ほども紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜ノートそのもののダウンロード、これが一番ね、やっぱり手っ取り早いというか、すぐにお手元に手に入るかなというふうに思うんですけど、色書いたり、落としたり、いろんな方法でとにかく楽譜用意していきましょう。ガズのノートの特徴、この点が特徴でございます。はい。うん。今なんて言ったのって、この点でリズム測る。これが結構ね、効きますんでね。ちょっと頭に入れていただくといいと思います。はい、じゃあ1番 OK ね。はい、じゃあ次。ここ。もうサビです、ここが。はい。そして、本来はここ、あ、これ間奏なんですよね、ここ間奏。
感想をやって、本来はここで、ここの尺の2番が本当は入るはずなんですけど、ガズレレはそこをショートカットさせていただいて、いきなりここのブリッジ、ちょっとここ、一枠ちっちゃくなってます。もっと大きく書けばよかったんだけど、なんかね、ちっちゃく書いちゃいました。すいません。これが1234ですからね。このワンブロックはここになってます。すいません。ちょっと見づらくて。なんでちっちゃく書いたんだろうかというふうに。謎の疑問なんですけどね。ここはコード、F のところは変わってたりとか。これ、ダウンビートって書いてあるんですけど、こうリズムちょっと変わるんで、後半のかっこいいバージョンではここ説明していきます。はい、ちょっと細かくてすいません。ブリッジパートのところもメモってください。はい、いいかな。そしてここ、ツタタタタってかっこいいバージョンで、ここでこう盛り上げて、で、ここ、最後のね、もうサビの応酬に行きます。はい。何も聞かないで、とかね。ここのところがもう最後繰り返す感じがね、もう何とも言えないところでございます。はい。で、こうサビを4つ、4段やって、で、最後エンディングなんですけど、これはちょっとぐるぐるエンディングで回していって、これかっこいいバージョンで、ではですね、これフェードアウトといって、だんだんボリュームがちっちゃくなっていくやつを再現してみようと思うんで、最後までご覧になってください。じゃあ出てくるコードを解説していきましょう。はい、この赤く囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまず隠しておきます。今出てきたんで簡単バージョン、これだけです、コード。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。これはですね、コードたくさんあるように感じるかもしれないんですけど、コード7個ですね。これは、安心の入門コード、これです。ドーン。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたいウクレレの入門コードのグループなんですけど、10個のグループです。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードだから、1個ずつ見たらどれも簡単よ。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、その時に私のめちゃくちゃわかりやすくみんなの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画必見。今日はそのうちの7個ですけど、10個、あとちょっとでね、できますんで、覚えちゃいましょう。はい。ガズレレ必須コードでできちゃうぞということで、シンプル簡単バージョンやってました。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、やっぱりこのタイミングでもう一回言っておきたい。やっぱ歌のメロディーとタイミング結構、難しいですよ。もう、それはもう、小田和正さんですもの。歌の始まり、今なんて言ったの、このメロディーのね、この微妙なライン。12音階、黒い鍵盤もいっぱい使った。今なんて言ったの、他のこと考えて、このメロディーラインとか細かくこう分析すると、なかなかこれ難しいんです、歌うのが。はい。で、しかも、後半のかっこいいバージョンで、ここにシンコペーションでドーンとって突っ込んでくるリズムが入るんで、もう歌とそのリズムがもうごちゃごちゃになってね、なかなかなことになりますから、まずはシンプル4つ弾きで、歌をしっかりマスターして、かっこいいバージョン。練習に入っていきましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコード1個追加。これです。ドン。F メジャー7。これはね、いい響きなんですけど、ちょっとね、抑えるのね、慣れが必要です。こことここなんです、抑える。遠いでしょ、5フレット。こんな風に抑えるのはガズのおすすめ。人差し指を開けとく。例えば、この次 Dm なんですよね、この曲って。この曲だと。F メジャー7の後に Dm だと。ここ5フレットあるんで、結構ここに戻るときにね、結構この、すごく長く感じですよね。なんだけど、この人差し指がちょっと先行してる分、ちょっとね、やりやすいの。こうやってやっちゃうとすごく大げさに動くけど、ちょっとこの、これで動かせるような感じ。まあ、今から覚える方はこの押さえ方おすすめですけど、まあまあ、こっちでもいいですけどね。はい、響きは、ああ、この透明感がある響き。これちょっと難しい方は、ひとまずは普通の F でも全然問題ないですよ。ちょっと慣れてきたら F メジャー7に変えていきましょうと。はい。で、今日はね、これね、リズムがね、これやっぱりかっこいいんですよね。このね、ファンキーというかね、これ面白いこの80年、70年代、80年代独特の感じかなと思うんですけど、8ビートのチャなんですけど、ちょっとね、なんかファンキーな要素もある。ちょっとスローな8ビートのチャっていうことになっちゃうと思うんですけど、まあ一応今日の出てくるリズムを合わせると、これです。ドン。8ビートのチャと、アイランドビートがすごい参考になると思います。アイランドビート。あとは、シンコペーションというさっきも言ったけど、リズムがドカーンと前に突っ込んでくる。この辺になると思います。今日出てくるリズムの解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれのもう濃厚解説レッスン動画が出てきますんでね。じっくりもう穴が開くほどその動画を見てリズム練習していってください。今日のメインになるリズム、この8ビートのチャなんですけど、これはガズレレの中でも基本中の基本。もうこれだけは弾いといてほしいというね、かっこいいリズムなんですよ。はい。今日はこのリズムが一応メインになるんですけど、普通にやると C で弾くと、チャがね、ドラムのスネアの音、ドン、パッと落ちると、パン。これでこう、ビート感を出す。打楽器的要素も加えた、
このリズムストローク8ビートのチャート、これはマスターしていただきたいなというふうに思います。ちょっと曲の中で説明をどんどんしていこうと思うんですけど、今日はねほとんど8ビートのチャなんですけど、ブリッジパートのところでちょっとリズムが変わるんですよね。そこでねアイランドビートっていうリズムが参考になるかなということなんですけど、ちょっと最初から説明していきます。イントロはね F メジャー7から始まるコードで普通にシンプル、こんな風に淡々といくんですけど、問題はこの A メロですね。シンコペーションマーク、この矢印マーク、このシンコペーションマークがめちゃめちゃ出てくるんですよ。これは8ビートのチャでシンコペーションやりながら歌を歌う。気持ちいいんだけど難しいです。ちょっと A メロの1番、今なんて言ったのかやってみますね。いきます。ワン、ツー、スリー。すごいでしょ？応酬です。最初の F メジャー7からいきなりシンコペーションです。もう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー。3連発 1,2,3 4連続でシンコペーション入るんです。このシンコペーションがすごくこうなんていうのかな、フュージョンっぽいっていう言い方かな、そうおしゃれなかっこいいんですよね。かっこいいんだけど難しい、だけどできるようになると楽しいみたいなやつです。これはもう何回も練習してもらうしかないかな。で次の好きな人はいるのとこ全く一緒ですよ。でね、シンコペーションが続くとどん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 リズム速くなっていっちゃうと思うんで、シンコペーショントーンと決めた後にうんと一回こう踏ん張る。ちょっと歌わずにやりますね。ワン、ツー、スリー、パン、パッタッタッタッ、パン、パン、パン。このターンって伸びた後に、むっと一回こう、溜めを入れないとリズムがどんどん速くなっちゃうんで、ここら辺でこう、リズムキープが難しい。だから体を揺らしておくのがすごくいいと思いますね。ここがちょっとね、シンコペーションのところがちょっとね、やっぱ難しいんだよね、これ。特に最初のところで出てくるんだな。あとサビの1番のところでも、サビの前で、でドーンと前に進んでくるシンコペーションが出てくる。このシンコペーションを油断しているとですね、もう本当自分がどこにいるか分かんなくなっちゃうので要注意で、これしっかり練習してみてください。そして曲の全体の中でこうやって進んでいくんですけど、サビの前にちょっと今回めちゃかっこいいフレーズをちょっと一回入れようと思いますが、それちょっと後で解説する。でサビまで行ってサビシンコペーションやってまた感想やって、今度ブリッジパートにいきなり飛ぶんですけど、ここでねダウンビートというような感じリズムがドーンと落ちるっていう表現がちょっと出てくるんですけど、その時に参考になるのが、はい、このアイランドビートが参考になるかなと思います。アイランドビートっていうのもね、こういう風にガズレレでは紹介してます。 C を押さえて弾くとドンとチャッカタこれだからレゲエみたいなちょっと跳ねてるリズムでやるといいよってことなんですけど、今回はあえて跳ねてないアイランドビートという表現を使わせてもらうと、ちょっとこのブリッジパートのとこやってみますね。ワン、ツー、スリー。ああ、時は音を立てずに二人ドンとタカタドンとタカタ、こんな感じなんですね。ちょっと8ビートの中の仲間なんだけど、ジャンジャカチャカチャカダンザカチャカチャカなんですよ。ここら辺は8ビートのチャの感覚とちょっと説明だとあれかなということで、このアイランドビートというリズムの解説動画きっと役に立ちます。さっきのリズムとかちょっと見てもらいたいんですけど、そのブリッジパートとかやってみましょう。もう一回ワン、ツー、あーあー時は時をリズムが落ちる感じするでしょ。二人包んで流れてゆく、はい、この落ちたリズムかっこよくて、でその後半、ああそうだね少し寒い、次から8ビートのチャ、今日はありがとう、ここで8ビートのチャになっていくところがかっこいいんですよ。途中でリズムをちょっと展開していくと、そこから、今日はありがとう明日会えるねつたたたたたた、最後のサビに流れていく。今最後のドーンの何も聞かないでのこもシンコペーションですね。でこの E7 のツタタタタタで盛り上げて最後のサビにドーンと繋いでいくという感じですか。はい、最後のサビはちなみにシンコペーションは1回目の頭しか出てこないんですよ、逆にね。でさっきシンコペーションが入ったのに後半は入ってこなかったりするんで、シンコペーションが入ったり入ってこなかったりっていうところもこのリズムの面白いところだなというふうに思います。はい、でちょっとさっきも言ったんですけど、フレーズをちょっと今日はやりたいと思います。サビに入る前ですね、 A メロの一番最後ちょっとやってみようかな、聞こえないふりをすればいいからやってみますね。ワン、ツー、スリー。聞こえないふりをすればいい、次入るよ、君を抱いて、かっこいいでしょこれ。
このフレーズを弾きましょう。これタブーっていうのを出しておきます。タブーの読み方わかんない方はここに書いておくのと、概要欄にもねリンク貼っとくんで、ちょっとこれ読めるようになってもらって、これ見ていきましょう。まず最初3弦の7フレット、次2弦の5フレット、はい、次2弦の8フレット、はい、次1弦の5フレット、はい、次1弦の7フレット、次1弦の10フレットです。これをででででででと弾いていきます。はい、これでこの後サビの頭なんですけど、キーメロ第一点なんですけど、シンコペーションなんですよ。ちょっとその流れでやってみる。せーの、キーメロ第一点みたいな、ドーンとシンコペーションが来るんで結構慌てちゃいます。しかも次のコード F メジャーセブンですからね。ここはちょっとノートルですね。もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー、君を抱いて、はい、このフレーズ、これはもうね練習あるのみなんでね、最初はこんなのでゆっくりでいいと思いますよ。でこの曲のテンポだと結構早いんで、もうほんと柔らかくできるという。でこれね、右手の弾き方どの指で弾くかってことなんですけど、ガズは結構人差し指ばっかりかなと思うんですけど、最初の3弦の7フレットのとこだけ親指かも。うん、別に決まりはないんですよ。皆さんのやりやすいように全部親指でもいいかもしれないし、ちょっといろいろやり方工夫してみてください。ただしこれテンポの中でやると結構ねリズムは速いと思うんで、相当練習が必要です。もう一回ちょっと流れの中でやってみようかな。聞こえないフリーゴーからちょっともう一回やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、聞こえない手をすればいい、ここだよ、君を抱いて、はい、ここの決め、ちょっと難しいんで、最初のうちは E7 でね、シンプル簡単バージョンと同じ E7 でそこのとこやって全部マスターしてきたら、次のステップとしてこのフレーズ挑戦してみるのも楽しいと思います。で、かっこいいバージョンは最後のねエンディングのところ、だんだんボリュームが小さくなってくるフェードアウトっていうのをやりたいと思います。これ結構ハマると面白いですよ。だん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 こうちっちゃくなっていって終わる。これをねこう自分で再現するっていうのはなかなか面白い、最近よくやるやつですね。はい、こんな感じでございます。で、まあ歌詞の方はですね、もう本当皆さんこれね、もう名曲中の名曲ですから、皆さんの思う頭の中のイメージっていうのはもう確固たるイメージがあると思います。それと感情表現ですからね、音楽は。それとこういうリズムとかそういうものがカッとこう一つに合わさって、これが音楽やることの素晴らしさの一個ですから、はい、思いっきり全開で歌っていきましょう。オフコースのイエスのガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、
Of course, yes, no! ガズレレレいうかっこいいバージョンやっています。もう透明感、この F メジャー7のコードがね、もう合うんですよね。あとこのシンコペーションの応酬で、難しいんだけど、できるようになると楽しい。この辺のね、感覚をぜひこう掴み取っていただけるとね、まあ次の音楽の景色が見れるかなというふうにも思います。はい。皆さん、やっぱりこれ楽しんでやるのがキーポイントですからね、体を揺らして、音を楽しむって書くから音楽、思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、お知らせでございます。ガズレレではですね、ほんといろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、このストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。